昔月サムの、今体育館のところに競輪場がありました。そこのところで競輪がやった時に、その競輪選手とか観客の方が勝った負けたということを含めて、そこの幼児通りのところに飲み屋さんがたくさんありましたんで、そこで勝ったお金とか負けた悔しさとかを含めて飲んで、たっていう風なのが発足だと思います。ドームで試合があった後ずっと流れてくるのは、月サムで飲んで食べてっていう形、試合後のですねを使ってくれる方がたくさんいます。流れてきて一番最初にあるその風情のあるその歴史のある飲み屋さんが幼児通りっていう形になってきて、昔はスナックとかそういったものしかなかったんですけど、今はどん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 変わってきて、串カツ屋さんやらカレー屋さんやら焼肉屋さんやらっていうのが、若い方がどん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 そういったところで自分たちの特色を出したような店作りがしてきてますんで、非常に歓迎してます。コツアクセス自体は他の商店街に負けないアクセスがあると思いますんで、ぜひおいでよ月サム中央商店街という形でアピールしたいと思います。月サム中央商店街青年部の小竹です。今回私が商店街をナビゲートさせていただきます。よろしくお願いします。こちらが月サム中央通り商店街の中にある幼児通りになります。早速行きましょう。こちらの幼児通りは山田洋次監督のロケ地で使われた場所にもなります。昭和のレトロな感じがある少し懐かしい場所になります。ちょうど今キャンドルを並べ灯しているところなので、より幻想的な雰囲気が広がっている、そんなちょっとレトロな場所になっております。それでは次紹介するお店に行きましょう。こちらワインカフェトコトコさんです。こんにちは。ワインカフェトコトコさん、こちらはどういったお店になりますか？はい、こちらは名前の通りなんですけど、ワインとあとカフェ、昼はカフェをやってまして夜はワインバーとしてやってます。と小売りの免許があるので、ワインの小売りの販売もやっております。なるほどなるほど。店内にも一本ワインの瓶があったり、ロゴには猫ちゃんの肉球であったりがありますけど、はい、どういった雰囲気のお店になりますかね？と、このロゴは、はい、私が猫が好きなことを知ってる友人が作ってくれたので、ロゴに猫が入ってます。おすすめの商品であったりとか、はい、何になりますか？一応グラスワインが500円から出して、お出ししてまして、あとはワインに合ったおつまみを、うん、毎日ちょこちょこ作って出しております。失礼します。繊細な盛り合わせになります。こちら路地裏酒飲み場のんさんです。こんばんは。こちら路地裏酒飲み場のんさんはどういったお店になりますか？うちは自由ですね。はい、まあ、みんなが楽しければいいのかな。TV 夫人の耳タブです。こちらのお店の売りといった商品とか、商品、一応うち串カツと、はい、鶏皮と、はい、餃子が売りで出してる、はいはい。あ、なるほどなるほど。谷村新司のここの部分です。どうぞ。柔らかいですよ。
ちら路地裏スパイスカリーテトラポットさんになります。こんにちは。こちら路地裏スパイスカリーテトラポットさんはどういったお店になりますか？うちの店は誰もが気軽に楽しく飲めるお店となってます。店名のテトラポット、こちらはどういった由来で付けられたんでしょうかね？これは僕が大好きなブルーハーツのテトラポットの上でっていう曲から取ってます。なるほど、こちらからテトラポットというお名前を付けられたんですね。ちなみにテトラポットさんで一番のおすすめの商品というかメニューはありますか？そうですね、今一番出てるのがサバカリーが。サバカリー、はい、出てます。他にはどういったカレーがあるんでしょうか？あとはチキンレッグコンフィとか、はい、あとハーブソーセージカレーとかも結構人気です。じゃあ結構メニューというか種類が豊富に提供されているような。そうですね、大体常時5種類ぐらい。あ、常時5種類。じゃあ季節の変わり種というか。そうですね、あとはこうちょっとたまに変わり種で作ったのをたまにポッと出すような。あ、ポッと出すような形なんですね。わかりました。お待たせしました、サバカリーです。どうぞ。こちらシムスレーンバーガースタンドさんです。こんにちは。こちらのお店はどんなお店でしょうか？こちらはですね、グルメバーガー専門店という形になってまして、はい、ボリュームさることながらなんですけれども、はい、メニューを30種類以上ご用意してまして、牛肉 100% のハンバーガーもありますし、鶏肉もありますし、お肉入ってないお野菜のハンバーガー、それからお子様向けのキッズバーガーセットということで、どんな方でも何かしらのハンバーガーを食べていただけるような形でご用意をしております。そうですね、特に売りなのが、手作りで全部パティを作っている牛肉 100% のものなんですけども、中でも看板商品がアボカドチーズバーガーですね。こちらも男性も女性も大人気になっています。ボリュームたっぷりで満足できる、はい、素晴らしい商品ということで、はい、こちらアボカドチーズバーガーになります。おいしい。おいでよ商店街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 。